雪降ったね。嬉しい、雪大好き。お肉さんありがとう。何、バレンタインになってる、いつの間にか。ゆっくり止まんない。こんばんは、ゆきりこちゃん。なんかありがとう。私その関係ないかもしれないんですけど、1月生まれなので割と冬が結構好きで、話したことあるかもしれないんだけど、そう、冬が一番好きなの。だからずっと冬は雪が降っててほしい。でも全然今年が割と雪が1月とか降らなかったから、降ってたのかもしれないけど気づいてないのか、朝方とか降ってたのかな。1月全然さ雪降んなかったからさ、割と誕生日のスノーバースデーとか期待してたんですけど、そう。ただね、ちょっと滑るからさ、私何回も滑っちゃった。靴が。おとはありがとう。大好き。コンコンもありがとう。嬉しい。なんか可愛いのが、可愛くなってんだね、いつの間にか。バレンタインか。バレンタインなんか予定あるの、みんな。予定ある？ 2 月14日。こんばんは。ゆきなりこちゃんの写真可愛かった。見てくれてありがとう。寒いの好き。でもちょっと寒すぎるのも朝ちょっとあれなんですけど、割とね、夏と冬どっちが好きって言われたら冬かな。こんばんは。結構積もったよ、思ったより。期待、なんていうの、そんなに、まあ、降るって言ってもそんな降らないだろうと思ってたんだけど、思ったより降った。たっちゃんありがとう、くま。ありがとう。雪遊びしてないんですよ。一応ちょっと触ってみたりとかしたんですけど、そんなに遊んでない。滑らないように必死だった。違うの、なんか雪遊びが好きっていうよりかは、なんていうの、雪が降ってる景色が好き。雪だって、あ、雪降ってきたが好きです。9月生まれとか台風バースデーの可能性くらいしかない。台風ね、確かに確かに台風はちょっと大変かも。詐欺ありがとう、大好き。ありがとう。予定あります。あるんですか？何するんですか？学校の予定、あ、そっか、平日だっけ？まあ私は本当にお菓子作りとか得意ではないので、そのなんか今年はこういうの作りますとかないんですけど、一応ね、一応まあメンバーと会うしなーみたいな感じはある。雪が綺麗だ。クリアメガなんなにあのリコだけやね。ありがとう。あれ目入ってないからね。最近スイートシックスのリコちゃん見つけて好きなんだ。ありがとな。まずタワーくれてる。近いさんがタワーくれてる。ありがとう。2月は対面とセカンドアニバーサリーライブよろしく。会いに来てくれるんですか？嬉しい。ぜひぜひ、こちらこそ。本当にクマさん、なんか好きって書いてある、かわいいタワーありがとう。2月は結構対面もあるしね、2周年もあるし、1回いっぱいお話し会とかもあったりするので、久しぶりにたくさんたくさんみんなと会える機会が多いので楽しみにしてます。いつも近いさんありがとう。私も大好きだよ。早く会おうね、近いさん。ありがとう。
嬉しい、いつもありがとう。こんばんは、今日もかわいい、ありがとう。月もありがとう、大好き。雑誌のアンケート藤沢理子と書いてたし、ありがとう。なんだろう、何の結果、エンタメさんかな。そうだよ、翔子さんがスイートシックスのパーティー、リコちゃんのパーティーやったけど高くて難しい。スイートシックスティーンは高いんですよ。なんか高いし低いの、あの明日になればいつも通りの毎日が私の歌割りの中で一番、その全曲の歌割りパートの中で一番低くて、するのかなが結構、門限を破ったり恋したりするのかなってこう上がっていくから、ちょっと高いんですよ、すごく。私もあそこたまに裏返って、結構リハでね、おもろい状況になりますよ、ひっくり返ると。翔子さんありがとう、ありがとう、大好きだ、やっほーやっほー。教室にお邪魔をしちゃうのです。私のちょっとお気に入りポイント話すと、あの教室にお邪魔をしちゃうのですしちゃうのです、こってあのこうギリギリが大事、ここちゃうのでーしょが大事。そして本当どうでもいいコーナーなんですけど、あそこポイント、ポイント、よしやすさん大好きだってありがとう、大好きだよ。しょんちゃんもありがとう、大好きだよ。きっと青いってどこだって、頑張る意味わからない、未熟ながら悩んだ、あ悩んだんだが低い、そうやね、確かに確かにそう思うと低い。でもなんか明日になればがなんかね、踊ってるとか歩いてるから余計低く感じるのかな。ゆうやありがとう、大好き。カウントダウン TV のスイッチ6見てリコちゃんに一目惚れ、本当ですか、カウントダウン TV どうですか、ありがたい、カウントダウン TV で嬉しい、ありがとう、見てくれたのね、ありがとう。今度対面初めて行きます、待ってますよ、しやすさんありがとう。いつもの愛の毎日、あれは勝手に私がやってるので振り付けではないんですけど、そう私が勝手にやってるの、これを決まってはないんだけど、やがみどりさんもありがとう、大好きだよ。タイもね、みんな大好きってくれてるの、大好きタイさん。青さんのカバーで難しかった、青さんのカバーは結構その同じパート、なんか青さんのパートとかは割とこう1番で青さんと同じリズムを歌ってるところ、1番と2番でとかの子が歌ったりすることが多いんですけど、私青さんと連続なところが多くて、リコ葵とか葵リコとかなんかこう連続なとこが多くて、あんまり歌って、でもライオン、超孤独ライオンの1サビは歌わせていただいてるんですけど、あそこね、2番とねタイミングが違うんですよ。自分で掴んだのに気持ちのいいものでしょうが青いのね、でリコがすべてを払いのケロやってるから1番も歌ってるんだけど、私高いところの方が歌いやすいな。ミレありがとう、大好きだよ、ありがとう。なんか青さんの一番の方は自分で掴んだロリーは気持ちのいいもので、うん
なんかね、説明むずい。気遅いものでしょう、気遅い、なんか早いの、ちょっと早いの、気遅い、気遅いもの、なんか2つ同時に聞くとちょっと早いらしくて、それ私が同じかと思ってカバーしてたらちょっと早いよっていうことを聞いて、そうなの？そう。2番が全てを払いのけろのけろが多分違うんだよね。気持ちのいいものでしょうでしょうがちょっと難しくて、そこが割とこう1番と2番で混ざったりすると、その後の優香が多分入るのが難しくなっちゃうんですね、私が遅れると。そうだから、そこは割と考えてるかも、難しい。でも他のジョイの曲はあとはカバーしてないかな。そのツアーとかで今までに青さんがいた曲とかの先輩方の楽曲をカバーさせていただく時の青さんのパートを歌ったりとかしてたんですけど、他は歌ってないか、ジョイの曲では歌ってないか。超ムズイライオンかも。あと2週間ちょっとで周年なのやばすぎるよね。私もやばいと思ってる。なんか早くてちょっとスパンがびっくりしてて今。あ、ね、今日カラコンしてる。なんかさ、声がさ、すごいさ、なんかガラガラなっちゃって、なんか叫んじゃったんだけど。ヨンちゃんありがとう、ありがとう。そう、今日はガラコンしてんの。気分、なんか最近あんまりちゃんとカラコンしてお仕事してなかったから、ライブとかしかしてなかったから、今日はしてるんだ。2周年のリハーサルもまあ行ってはいますよ。そうだよ、楽しみでしょ、楽しみでしょ。こんばんは。デビューしてからこれくらいスピード感ある方がいい感じだと思ってる。早いのよ、毎日が24時間じゃ足んなくてですね。3日連続配信中？3日連続配信中？ほんまに？え？嘘？私配信、あれ私のアカウント、これ私、いや昨日してないと思うんだけど、その前もしてないよね。うん、アカウント合ってるかな。これ乗っ取っちゃってる誰かな。雪合戦してない。ジョイカラコン解禁。あ、でも解禁というか自由ではないです。一応何をつけるかとかサイズとかはあれなので、そうそう、解禁というかね。あ、モメントの写真もカラコンしてる。メイク紹介聞きたい。え、何が聞きたい？そういうの喋りたい。コメント、リコちゃんコメントに映ってるでしょ。私学んだの、みんなのコメント送れると会話が成り立たないっていうことに気がついたの。東京イラスト持っていこうかしら。持ってきて、嬉しい。なんか毎日配信になっちゃってるけど、
だ、え、本当に大丈夫これ、なんかやってないけど、やってた私なんか知らない間に。ソララさんありがとう。みんなが寝てる間にこっそりやっちゃってたんじゃないの？やってないよ全然。私そしたら怒られてるから。満月パンケーキ買った、本当？ありがとう。でも今日つけてないの。今日ごめんつけてない。最近はこのカラコンと満月パンケーキとニュージーンズのブラウンを、ニュージーンズのブラウンとかニュージーンズちゃんがモデルをされてるカラコンのブラウンを使ってる。そのモーメントはなんかそんなちょっとこうポンと撮れたようなラフな写真を載っけようかなと思って。松井くん間違えた。松井くんは何してますか。間違いすぎかもそれ。さすがに間違いすぎやけど、松井くんはそんなしてなくて松井くんはしてないんですよね。ラピッドラッシュをちょっと塗ってるぐらい。チャプター65ゲットした。本当になんか周りの子みんな買ってくれる。私の友達も65が好きで、そういつもね本当にいい匂いって言ってくれるの。アイメイクにこだわりは本当になくて、アイシャドウも毎日なんかそこら辺にあるようなものをなんとなくで塗ってしまっていて本当良くないんですけど、ほんとね、ロマンドのなんかグレーベースのほとんど色がないやつをここに濃いのを塗って、ここにも濃いのを塗ってグレーを全体的に塗るか、リンメルの今ねもうね9番前のシリーズのやつ今売ってないんだけど、リメルのなんか赤とかピンクと茶色が入ってる4色くらいのパレットがあるんだけど、それのピンクを下に塗ったりとかして、でここはコンシーラー、明るいコンシーラー塗って立体感を出す。で私は眉毛描きでここの涙袋ライン、ちょっと今日全然ないんだけど、なんかを描きます。まつげはエレガンスの下地塗って、ヒロインメイクのブラック、アイラインはキャンメイクのクリーミータッチライナーで粘膜を埋めて、キャンメイクのリキッドでほよんってほよんってやる。チークはしてなくて、そうチークはねしないんですけど、リップは毎日違うのつけてるからちょっと微妙くて、ベースはナーズのファンデーション、リキッドでアンドビーのパフでポポポポポポってやってます。すいません長くなっちゃったけど、こんな感じ。ティーちゃんありがとう、ありがとうね。やっぱ65買ってくれてる、ありがとう。いい匂いでしょ、みんなでこの匂いなら。友達に勧められてジョイ見てたリコちゃんに、えちくわ好きなの。私もちくわ好き、ありがとう。プロフィールに毎日配信って書いてある。大丈夫かなそれは。リップ今日はラカの113番、今日はもうほぼない、結構使ってる。113番にこちらのディオールのリップグローオイルをニコちゃん効果なのか、ちょうどいいサイズのが売り切れで一番大きいの。私も一番大きいの買ってるよ、結構使うから。でもなんかアイアムはねこうシュッシュッシュッってするやつと、クルクルクルってするやつは、クルクルはさなんか自分の中で匂いを匂いたい時なんだよ。なんか周りの方に匂ってもらいたいっていうよりかは自分で楽しみたい時はクルクルつけるんだけど、ライブとかそれこそお出かけとか匂いが消えちゃうところとかに行く時は
こう結構かけないと周りに匂いが届かないので割とかけてますね。チークしてない。毎日同じの使ってるからね、メイクは言えるんだけど、でも参考になんないから、そう参考にならないと思うんですけど、なんか一応ねぜひと思って。対面でお揃いの香水つけていっていい？人が多いからつけない方がいい。え、つけて？全然つけて、結構みんなつけてきてくれる。お揃いのアクセサリーとかもつけてきてくれるから。みんな同じ匂いするかな。それもそれで楽しみやけど。でもみんなが多分万人受けする匂いだからおすすめかも。あと最近は髪の毛を結ぶようになった。なんか結構久しぶりに髪結んでるの見ると、髪結んでる方がなんかここがなんか邪魔じゃなくて、伸びたっていうのもあるんだけどね。なんかさ伸びてくるとさ中途半端でなんか結んだ方がなんか良くなってきたので、最近は適当ですけど適当にねこうやって結ぶねん私の出ましたエセ関西弁、本当に関西の友達が多いの。マジメンバーも含めて首なくなっちゃうんだけど、ちょっと出しすぎえ、何出しすぎだぐらい、なんかこっちの方がなんか楽じゃない？ここがこう何もないから、出てよナチュラルの関西弁。そうやねん、対面に向けてリコちゃんくらいまでに髪を、え、本当に大丈夫？それなんかめっちゃ伸ばしてたとかない？大丈夫？対面は髪型なんでしょうか？内緒です。さすがに言わないよ、ここで対面これやりますって言わないけど、でもちょっと迷ってる本当に。髪型じゃない、服装はなんとなくこうしようかなみたいなの結構決めてたりするんだけど、髪型ちょっと本当に迷ってる。なんかみんなボブで会いたいって言ってくれてる方もいるんだけど、結べるからどうしようかなと思って。藤沢さんのショートボブ、大人の魅力は隠しきれなくてとても欲しいとラジオで聞きました。はい、しかもなんか誕生日メッセージでラジオにみんな送ってくれてて嬉しかったです。ポニテリコちゃん可愛すぎたから。そうなんだよね、でも結構短いんだけど。そうご飯食べるときになんかここ垂れてくるのよ髪の毛が。ハーフアップとかできんのかな、結べるからできるか。対面でやった話せるの楽しみ。そんなこと言ってるあんたが一番可愛い。ヒコラブさんの新曲、え、ヒコラブさんの新曲ちょっとハマりすぎてしまった。なんか私これ本当にあの嘘ではなく毎回言ってしまっていて、そのハマりすぎてしまっているって多分ラストノートの時も言ってたんですけど、なんかそう頭にずっと残るんですよね。ノロノロ、
MV の世界観も私本当に大好きで、なんかこう皆さんの世界観が違うじゃないですか、メンバーさん一人一人ので、本当頭から離れない。なんかこう不思議な世界始まるみたいな感じのイントロみたいな、イントロというかがいい。衣装ダンスも、あの一サビの最後のキアラさんのちょっと黒が多かった、なんかデレレテンみたいな、こんなかってウルルンルンみたいな感じだとか、なんかこういうこういうダンスがなんかこういうダンス、ちょなんかここしかなくて難しいんだけど、こういうやつ、あとなんかこうあの左腰をこうなんかこうねちょっとできないけど、こういうとこ、あとひとみさんのロボットがちょっと美しい。今回はちゃんとお話します、待ってます。まあ、前回は話してないわけじゃないけどね、なんか面白かったね。デリレンチェン、そう、歌割りのパートの分け方がすごい難しいなと思って、こういろんなペアさん、そうユニゾンがあんまり ないから、こういろんなペアでこう歌ってらっしゃるのが、キアラさんが階段駆け上ってちょっとここら辺にアップで映るのが好きです。よりさん姫カットでした、びっくり、何も分からなかった。だって MV 撮ったのとか多分少し前のはずなのに、その後に多分1回ぐらいお見かけしているはずなのに、恐竜ね、博物館タイアップソング、なんか X でその呪術廻戦のオープニングだったみたいな、そのオープニングだったらみたいな、 if の方のもしみたいなやつの動画を作ってらっしゃる方がいるんですけど、なんかあれ本当にあるっていうぐらい主題歌にもぴったりなんですよね。ロボットやばい、ロボットやばい。ちょ、なんだっけ、ひとみさんが MV 公開されましたで乗ってけてらっしゃった写真が可愛すぎて、えなっちゃった。そしてジャケ写も可愛い、黒リップね、黒リップ、私あんな似合う方見たことない、黒リップ。あ、ゆりなちゃんがタワーくれてる、ゆりなちゃん伝えるの忘れちゃったけど本当に生まれてきてくれた、え、うんと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 、こちらこそ出会ってくれてありがとう、本当にめちゃめちゃ素敵な誕生日をお祝いしてくれて本当にありがとう、本当に楽しかったし、たくさんお話できて、誕生日をあんな形でたくさんお祝いしてくれて本当に幸せだったよ、ありがとうゆりなちゃん、私も大好き、またすぐ会おうね、ありがとう。すごいよね、なんかこうすごいよね、不思議な気持ちになる。なんかそう、本当にさっきコメントあったんだけど、ミュージカルというか何かのショーを見てるみたいな感じがする。
早く直接見てみたい。本当ね。リコちゃんの黒リップもぜひ。ということはハロウィンとかですか。ハロウィンなら黒リップしても大丈夫？本当にひとみさんの、ひとみさんのをお見かけした時とかに、お見かけというかまあそのお会いした時なんかこうびっくりしてしまうんですよ。え、かわいいってびっくりしてしまうんです。大空の MV のリコちゃんが、え、前髪ない時代。なんかでも結構最近そのやっぱり前髪ない時代をこう好きになってくれる方が結構多くて、結構こうジョイを今新たに知ってくださってる方がなんかこう前髪なしの時代のリコの MV とかを見て好きになってくれる方とかも多くて、ボブでもボブからボブにしてリコちゃん好きになりましたって方とかもお見かけしたりとかもしてたんですけど、コメントとかでね。でもやっぱ前髪なし時代を結構好きですって言ってくれる方も多くて、そう結構友達とかにも MV 見たよって言ってくれるんだけど、前髪なしの頃をね好きな人多いんです。そう本当に多いよ。え、マイカさん、マイカさん、マイカさん、あんなに弓道、あんなに弓道ってどういうこと。マイカさんのそう道着が似合いすぎているというか綺麗すぎている。ここだけも映った時の破壊力というか、みんなしねできるけど今あんま眉毛描いてないから危険かも。なんかちょっと眉毛あんまないなんかでも多分こういうことだったよね、前はこういう感じのこうやってなんか作るとこうなります。分け方が天才によって、なんつうの優しいの。本当に似合ってない時似合ってないって言って似合ってそれはちょっと似合わないかもさすがにって言ってって言ってぐらいその優しいから、どうしてそんなに優しいのかな。他にどんな髪型挑戦したい。なんか超ロングにして高めツインテールとかやりたい。そうキアラさんのツインテールの写真のを見て、待って可愛いって思ってしまって、キアラさんだから可愛いのかもしれないんですけど、だから私がやったからといって可愛いわけではないかもしれないんですけど、ちょっと金髪の高めツインテール可愛いってなっちゃって、
ニュアジョイ初金髪はリコちゃんだと思ってる。許可が下りればね。でもハイトーンやってみたいけど一回も染めたことがないから多分入らないと思う。その抜けないと思うんですよね。その髪染めにしゃっくり詳しくないからちょっとわからないんだけど、一回も染めたことない状態から金髪入れるってちょっと難しいと。入れるというかまあブリーチってことだよね。何回かしないと。何時間も美容室いるのかな。本当にロングにして、え、金そうにょんちゃんぐらい、え、金髪加工とかさあるからやっていいよ。私が金髪似合うかどうか。ドレッドはおもろいな。ヒップホップこうやって踊るかもしれない。金髪ボブいいかも。なんかしょっくり止まんないんだよね。そうブリーチさしたことないけどさ痛そうじゃないの。維持大変なんだ。キアラさんの髪ってめちゃめちゃ綺麗。多分結構ピンク髪の期間とか長かったと思うんですよ。でもずっとピンク髪も綺麗だったし、金髪も今すっごい、亀子さんの写真ちょ勝手に見ちゃったんですけど、すっごい綺麗。本当にもともと肌白いじゃないですか、キアラさん。そのキアラさんの白い肌に綺麗な金髪が本当に似合っていて、体質にもよるし美容師さんの塗り方によって。そうなんだ。もうなんかハイトーン専門店、ハイトーン大得意ですっていうところに行った方がいいんでは。え、やるわけじゃないよ全然。よしやさんありがとう。くまありがとう。え、全然やる匂わせとかじゃないからね。これそんなに匂わせしてないよ私。あ、でも確かに髪染めはね、いつ OK になるのか、誰かが先陣を切って髪を染めるのかお楽しみどころではありますが、私はその今んとこ先陣を切りたいですっていう感じでもないので、皆さんそのね、この髪染めをちょっと維持しようかなみたいな。髪染めを維持ってどういうこと。やっぱ髪を染めたことないっていうのをちょっと維持したいかなっていう気持ちはあります。2周年登場したら金髪だったらおもろいけどな。緑髪？それこそ色入んないんじゃないかな。結構さ漆黒なのよ私髪の毛。ナタンが黒に戻したあたりで金髪ねえ。でもナタンはだから逆に黒にするのも難しいよね、あの金髪の状態だと。コンちゃんのブリーチ阻止するの。わかんないよ、アリスが一番最初に金髪にする可能性だってあるよ。まだわかんないから。そう緑のね髪やった方ね、私のファンの方にいるからみんな聞いてみて。今見てる。俺リコが緑なら俺も緑。匂わせではないですよさすがにね。まさかだよ緑にするなんて。嬉しいけど
だってさ、緑にするって相当髪傷まってるかもしれないのにさ、そのためにさ、私のために緑にしてくれてるってさ、とても嬉しいわよね。レノンが赤系の髪型で先陣切ってほしい。あー確かに、ワンチャンレノンならありえるかも。匂わせじゃないからね、知らないよ。私アユミンとか似合うと思うんだよな。好きな色？好きな色は黒と白と緑と あとグレーとかなんか黒は基本好きよ。白も好き、黒も白も好きだけど、なんか間の中間のグレーも好きなんだよね。なんでかわかんないんだけど、グレーって可愛くない？なんかめっちゃ今日グレー。ちなみになんやけども、グレーやね、下も。だからグレーとか可愛いんじゃないの？髪シルバー、黒ボブでインナーカラー、ちょっとわかる。じゃあ自分で似合いそうとかじゃなくて、ちょっとやりたい項目ではある、黒ボブにインナーカラーね。でこうもうちょっとちゃんとパッツリまた揃えて、ちょっと黒が多かった。乗れても好きだし、競争カタストロフィーとかも好きなの。みんなの髪型楽しみ、対面。あ、落ちそう。ちょっと見事。落ちそうですね。これなんかこのライトのコードがちょっと今いろんなとこに飛び散っちゃいそうなのでびっくりしました。失礼しました。なんかそうダーク系好きね。チョコメラとか踊り出す気一人歌ってる13日の夜、つっちゃ映画のような二人もてなしてみ。あのさ、もうすぐバレンタインってことはさ、この歌の季節ってこと？私カラオケ最近行ってもこればっかり歌ってる。一緒に髪切っ緑髪って約束したでしょ。ごめん、今いいとこで噛んじゃったよね。ここで噛むべきじゃないよね。あ、祝祭もやばい。ダンスも好き、祝祭、衣装も。ようこそ我が城へ。なんかこうなんかこうね、お城ダンスっていうんですかね。
手遅れとかも好き。なんか多分そうこうなんて言うんだろう、感情っていうのがいいんだよ私が好き。パーカーの紐結ぶタイプ、そやねん。でもなこれ結んだり結ばなかったりっていうのもあるんですけど、あのちょっとなんか自分で結んだのか分かんないけど結んであったっていうのもあるんですけどいつかに結んだんだろうなりって思って、なりって何、チョコミラの小木さんの内巻きめちゃめちゃ可愛いですよね。記憶のどこかでも好き、ダンス動画とか見てる。チョコメラ歌うほど僕の誕生日覚えれます？13日の夜ってことですか？あーそうやね、ライブの照明が暗くなる系の曲、なんかこう火が出そうな曲が好き。それこそ私すごい憧れだったのがエコノイジョイ2022、そのステージデビューの時のの私アクセントにダンスメンバーとして出させていただいたんですけど、それが火が出る演出だったんですね。そうで、その最後1列で火の前で踊るとこがあったんですけど、すっごい思ったより熱くてびっくりしたんだけど、火が出るっていう演出がすごい夢だったから本当に嬉しかった。初見です、こんばんは。そよそよそよりん、そやねんハマってる今、ごめんねごめんね、ちょっとそう、あのまずこう永田さんがテル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 って始まったの。でその初めてのステージっていうのもあったのですごいちょっと大変だったんですけど、今でも本当にたまにレノンとなんかこう思い出したりする。私アクセント遠くに遠くにでも探し出せるよ、席側も結構暑いから踊ってる方、あーみんなも暑いんや、大丈夫言ってね暑っ言ってね。リコちゃん英語の歌詞歌うのすごくうますぎる、ありがとうございます、とても嬉しいです。それはとても嬉しい褒め言葉。はじめまして、差し込む光さん、暑いって言ってる？本当に？ちょっとちゃんと言って教えて、それは暑いなら私がちゃんと守るから、あー暑いんだって感じちゃったって言うから、ちゃんとそれを教えてほしいかも。え、 PIC さん、私 PIC こんなに大好きなの、特別声ですね、覚えてますか？ PIC をニアジョイがカバーさせていただいたんですけど、ダンストラックからね、
ワンツーまだ間に合う君、スリーフォーイムシ、じゃじゃワンツーまだ間に合う。P.I.C. You get me. P.I.C. (2階席でも暑いの？めっちゃ暑いじゃんそれ。結構やん。本当にね、楽しかったな PIC。 PIC 何の略？パートナーインクライムじゃないですか。インパートナーインクライム、へえ、そうなんだ、やばい。え、違う、最初これやってたから私ピクチャーかと思ってたこともあったんですけど、ちゃんと調べて、パートナーインクライム、ダンスって何歳くらいなんでしょう。ダンスは中2から高1かな、2年間ぐらい習って、その後もやってはいるけど別に習いに行ってはないって感じですね。のな、燃えるよな、共犯者やねん。そう、なんか急に前、え、なんか私ね、前髪さ結構切るのね、切る方なの。なんか私前髪切るとあれ伸びたってなるの。なんかゴムゴムの実関係ない、なんか髪伸びる何かがあって、切ると伸びるし、そう、何分かで急に伸びるのね。怖いでしょ、それが俺やから。みんなこの取説ということで、リコちゃんは髪が何分かで急に伸びます。え、何分か経つと急に短くなったりするんで、そこのとこちょっとぜひ覚えてください。わかめ食べないよ、ひじきとかも食べないよ。ペンパイナポーアポーペンで結構それハマってたよ私も一時期。結構ね、だから切る、急に伸びる、だからなくした方が楽だなってたまに思ったりもするんだけど、まあね、難しいからね、そんなすぐには伸ばせないし、伸びてほしいなって時には伸びないの。萌え袖かわいい。って言われるとちょっと恥ずかしいから、お水おいしい？これお水じゃないです。なんでしょう、伸びてほしくないときに伸びんのよ。お茶はお茶でも何茶でしょう。お酒じゃないの、お酒で、そうだよとか言ったら怖いでしょ。え、正解、ルイボスティー、バリウムじゃない、
今バリウムやったら私こっから胃カメラするんか。私ちなみにバリウム飲んだことないの。あ、待って待って、もうごめんごめんごめん、答え出てるわ、もうごめんね、ごめんやけど、ごめんやけど答え出てる、リボスティーなのよ。答え出てんのよ。どうでもすごいお茶っていっぱいあるよねこうやって見るとな、出ちゃった。そう、いやだから私胃カメラバリウムやったことなくて、いつかやるけどね絶対。あ、そっか、お茶じゃ、お茶じゃなくてティーだった、ごめん。焼酎のコーン茶割り、え、待って、私コーン茶大好きだから好きかもねそれ。お茶割りじゃない、でも私コーン茶好きなの。え、それはいいかもしれない、私コーン茶とルイボスティー、でもルイボスティー割りは飲んだよ、焼酎のルイボスティー割り、そこが美味しかった、ほぼルイボスティー、これはルイボスティー、今は飲んでないけど、そのお酒はね。でもなんかほぼもう9割ぐらいルイボスティーみたいな感じの。バリウムのコーン茶割りとかやだやだ、なんかやめて、怖いから。なんかでも私いつかやるから胃カメラ、私はいつかやらなきゃいけないこと、胃カメラ、親知らず抜くことをやんなきゃいけないね。ミレありがとう、クマありがとう。ミルクティー味のバリウムあるよ。なんかでもさ、どうなん、どういう感じなの。初めてのお酒何飲んだ。カクテルですね、桃の。なんかお店行ってなんかちょっとおしゃれめな、ちょっとおしゃんななんかこう記念日過ごせますみたいな感じのおしゃんなとこ行って、桃味のカクテル飲みました。でもなんか桃ジュースみたいだった。そうだよね、甘いもんね、カクテルだもんね。カルアミルク結構強くない？カルアミルクそんないっぱい飲めない、甘すぎて飲めない、本当に甘い、なんかそんなに甘くないのものがいいな。親知らず絶対痛いよ、あ、もう明らかに生えてるのもベロで感じる。あ、親知らずあるって思うから。だから大変よ、やばい、もうすぐ終わりにしなきゃ、みんなもうすぐ終わりにする。ごめん、ごめんね、本当にごめんねって思ってる。ガッチャ、歯医者一人で行くの怖くて3年ぐらい行けてない、ついてあげ、ついてきて、ついてあげよっか。ずっと見てるけど、歯口開けてるの、それでもいいなら。ガッチャ、ごめんやごめんやん、ごめんな、ほんまにごめんな、時間やねん。
俺時間やねんショールームの。だからスクショタイムでもしようかなって思ってるんやけど。キモいよね本当に。ごめん、これ良くないよねこういうの。でも私本当に今と関西弁の友達とかメンバーとか映画とか本当にいろいろと今もう頭の中が関西弁で。あ、フードかぶって耳出すやつやってほしい。いいよ時間。ちょっと待って、懐かしいな。これじゃない？なんかフードなんか大きくて、ちょっとフード大きくなんか宇宙服みたいになっちゃったけど。あ、ボソボソ話さないでじわる。なんかフード大きいよね。無防人の MV に出てる。そうなんですよ、皆さんフードかぶってくださって。今日すごいツイーティー見た。なんだっけ、マジであのセリフだけ覚えてたんだよな。黒い実をなんか黒い実を食べたみたいな、なんか違う、白い実を食べたやん。怖い実をみたいな感じなんだよな。俺は白い実を食べていたって。黒い実。分からんけど、そんな感じのやつがあったよな。最近こう手をこうするのにハマってんの。それ領域展開。水曜午前。俺は白い実を食べていた。言ったように白い実だ。黒い実は投げしてなんか投げしてたみたいな。じゃあ横でジョちゃん。じゃあ白い実を食べていた。可愛くない？白い実がさ、白い実を食べていた。言ったように白い実だ。黒い実。発音がいくついっていいか。黒い実をっていうね。みんな猫だ。関西弁のツイティ嫌だ。今の関西弁じゃないよね。突然何かを感じた。ジャイカにミラージュ。やめとく。R やめよ。突然可愛いんだよ喋り方が。何かを感じた。誰かにミラージュ感じたみたいな。俺は。
ていう感じなんですけど、終わりにします。ありがとうね、たっちゃん、たくさんこんなに送ってくれて、わざわざ見合えてよ。ハム語みたいになっちゃう。はい、なんかありがとういみたいな感じのハム語。ハム語できたらかわいい。メニューついたらスパイティーな。ダメやね、ちょっと声真似はむずいから、普通にかわいいなって感じなんだけど。 OK ということで、ちょっと皆さん終わりにします。壇上読みますね。もう終わんで、もしかして終わる感じ。そうやん、そうそうそう。13位たっちゃんありがとう。12位しょんちゃんありがとう。11位しょごさんありがとう。10位あゆありがとう。9位こんこんありがとう。8位チキありがとう。待って、なんか待って。7位ティーちゃんありがとう。6位やがみのりさんありがとう。5位ミレイありがとう。4位ゆうやありがとう。3位よしやさんありがとう。2位ゆりなちゃんありがとう。タワーもありがとう。1位ちかいさんありがとう。ちかいさんもタワーありがとうね。パチパチパチ、皆様ありがとうございました。ちょっとだけでも1時間ぐらいだけど話せて嬉しかったよ。みんなちゃんと寝てね、寒いから。本当に寒いから温まって寝てね。ありがとうみんな。バイバイ、おやすみなさい。おやみおやみおやみ、バイバイ。